今日はですね、自民党総裁選に立候補を表明した河野太郎さんが年末調整を廃止すると。まあ、国民全員がですね、確定申告するという政策をですね、発表されたんですけれども、これにかあの対してですね、税務署の業務がパンクするとかですね、サラリーマンにとっては面倒くせいとか、なんかそういったあのクレームの嵐が来ているらしいんですけれども、それについて解説をしたいというふうに思います。 まあ、そもそもですね、まあ、マイナンバーに、あのー、反対してるやつみんなバカだと思うんですけど、だって、そもそも、もう、マイナンバーは法律として成立してるので、あのー、皆さん生まれてきたらですね、皆さんマイナンバー持ってるんですね、日本国民であれば。なので、あの、カードを持つ、持たないとかってあんまり関係なくて、あの、カード持ってたら便利ですよ。そのうち、あの、もう、あの、アンドロイドだったらスマホ乗りますよ。iPhone も来年ぐらいには乗りますよ。 そして免許証とかですね、あの運転免許証とか国家資格とかですね、そういったものも全部マイナンバーに統合されますよ。保険証もそうですよ、と。そういうふうになっていて、全部マイナンバーに紐付けられるわけですけど、まあカードもあのスマホの中に入るんでめっちゃ便利になりますよねっていう、あの、 例えば、あの、KYC って言って、本人確認ですね、銀行の口座を開くとか、証券口座を開くとかですね、そういった時に、KYC、えー、EKYC、e、KY ってやつが必要になってくるわけですけど、あの、マイナンバーカードがスマホの中の、えー、チップに、あの、埋め込まれていればですね、えー、ワンタッチでできるわけですよ。生体認証とかでワンタッチでできるようになるわけじゃないですか。めちゃくちゃ便利なわけです。そういったことをですね、推進しているデジタル担当大臣が河野太郎さんなんで、河野太郎さん別にその、 えー、まあ当たり前のことを言ってるにできないんだけれども、なんでそんな批判されなきゃいけないのかなんて、ちょっと僕は本当に不思議なんですけど、やっぱちょっと頭が弱い人たちが多いんですかね。はい。あのー、ということでですね、マイナンバーで、マイナポータル、ちょっと使いづらいんですけど、そのうち使い良くなるでしょう。河野太郎さんが使い良くしてくれるんじゃないですか、デジタル担当大臣なんで。 で、なれば、もう、か、もう、ほ、本当にね、あの、フランスとかだとですね、本当に何個かの質問に答えるだけで、えー、簡単にですね、えー、確定申告ができるみたいなんですけれども、えー、ま、日本もですね、あの、ちょっと、ちょっとめんどくさいみたいですけど、あの、マイナポータルから、あの <coughs>、確定申告とかできるんで、えー、窓口いつ行く必要ないんですよね。だから、もう、 窓口がパンクするって言ってる人は、あの、窓口に行くこと前提になってるってのはま、またおかしな話でですね。はい。ということで、えー、まずですね、わかりやすい解説動画とか、そういったものを上げるべきだと思うし、それは河野太郎さんが上げなきゃいけないと思いますけど、デジタル庁としてね。あの、簡単なマイナーポータルの、えー、使い方、そしての、あの、確定申告の仕方みたいなものを、まあ、 本と地味な動画とかではなくて、分かりやすく面白く、まあ本当タレントさんとかを起用してですね、そういったことをや,やるべきなんじゃないかなと私は思います。まあ。 僕はタレントじゃないですけど、私が解説番組に出てもいいですよと。えー、そんな感じすらするんですけれども、まあ、要は、オンラインで全て完結するように、確定申告完結するようになってるんですよね。で、もう、給料所、給料所得とちょっとした副業、まあ、最近ね、副業も増えてきたんで、えー、確定申告しなきゃいけなくなってる人たち結構多いと思いますよ。えー、まあ、まあ、そういった世の中の流れもあるということですね。 で、えー、まあ、本当にあの、マ、ま、ネ、あね、フォワードみたいなね、ああいう統合アプリみたいなものをね、あの、使、あの、使っていればですね、さらに簡単になるということで、オンラインでやったら、例えばわかんないけど、マイナポイントをつけるとか、税金がちょっと安くなるとか、そういった特典もつければいいんですよね。そうすると紙でせ、あのー、ね、あの、申告する人たちとか多分いなくなると思うんで、はい、ということでですね、えー、ま、コウノ太郎さんが、あの、別にその政策でね、 あのー、まともなこと言ってんのに叩かれるのはどう、どうしたものかと、ということを今日はお話ししたかっただけでした。ということで、いってらっしゃい